さて、次がですね、チェインルールという先ほどちょっと言及した計算方法ですが、これをマスターするともうほぼあらゆる微分ができるようになります。ほぼじゃなくて、全てかな。あとは皆さん対数ログとかコサインサインの微分という個別の関数の微分はまだ知らないから、それはできないかもしれないけど、普通の多項式の微分はこのチェインルール、小、積、和差の微分ができればどんな関数でも微分できます。で、チェインルールというのはどういうのかというと、例えばですね、前に積の微分の時、これがさ、すっごいこんないっぱい積になってたら、高校生の少なくとも数1、数2までの内容だったら展開して微分しなくちゃいけなかったんだよね。この積の微分というのは多分習ってないんですよね。で、展開して普通の平べったい多項式、和と差の多項式に直してしか計算できなかったんですけれども、ようやく皆さんはこれを展開する必要がなくなった、このまま微分できるんです。しかし、例えばもっと、こんなやつだったらどうしよう。こんな式、この y を x で微分しなさいとかって言われたら、なんかもう意味不明ですね。これ展開しようがないし、積の微分もなんか使えないよね。積になってないよね。これは、x 次乗プラス4の、10乗の、2分の1乗ですね。これここは一応計算して、5乗に直せますから、こうなる。こうすればちょっとなんか見通しがつくかな。でもこのままだったらちょっとダメだよね。例えばこれが、10乗がなくて2分の1乗とかだったら、こうだったらもうお手上げだよね。どうやってこの先計算していいか分かんない。5乗だったらみんな積の微分習ったから、 x 乗プラス 4×x 乗プラス 4×x 乗プラス4って5回かけてなんかできそうな気がするね。それでも5個の積の微分ですから大変なことになりますね。 f 微分して g h i j 足す f そのまま g 微分 h i j とかって 2、4、5個の関数の積の微分をやっていかないといけないから、これも大変ですね。で、実はチェーンルールというのは、こういうですね、複雑なやつも一気に解けるような、どうやるかというと、関数を入れ子に考える。入れ子っていうのはつまり外側にも関数があって中側にも関数があると考えるわけです。例えばですね、ここの x 次乗プラス4を新しく z という変数と置き換える。これは単純に z の2分の1乗ですね。そしたらこれ y を z で微分するのは簡単にできるよね。dy dz は指数前出して2分の1の z のマイナス2分の1乗です。で、さらに z は x の関数ですね。今度は外側を z で微分して、さらに中側は z を x で微分するというふうに、こう入れ子で考えていく。だから dy dx を求めたい、ね、x が1単位変化したら y が何単位変化するかを見るのに、まず x が変化したら z が変化しますね。x が変化したら z が変化する。そして z が変化すれば y が変化する。これを z と言えば、 z が変化すれば y が変化します、ね。z が変化すれば y が変化するという、こう鎖のようにね、効果がこうつながって、チェーンになってつながっていくから、チェーンルールというわけですけれども、このやり方を学びます。どうやってやるかというと、すごく簡単で、この場合ですね。ちょっと今ノートを無視してやってしまったんで、ノートを無視してこのまま説明して後からノートに戻りますが、今あの式の場合には y はまず、z の関数ですね。それはあそこでやったように z の2分の1乗です。さらに z は何の関数かというと x の関数ですね。それはこの場合だと z をこの中身の部分に、置き換えましたので、これが x 次乗プラス4ですね。つまり、f は外側の殻で、g は中側の入れ子になった関数を表していて、これをそのまま z をここに入れると f の g の x、こういうふうに入れ子になりますね。箱の中にまた箱がある。これを x で微分するにはどうしたらいいかなんですけれども、今言ったように
x が1単位変化すれば、まず z が何単位か変化しますね。ですからこの場合だと、これを求めるのに x が1単位変化したら z が何単位変化するかをこれが表している。そうすると z が1単位変化した時、 y が何単位変化するかは、この部分は dydz ですね。これは z が1単位変化した時、 y が何単位変化する。でここの部分が dzdx ですね。 x が1単位変化した時、 z が何単位変化すると、 x が1単位変化した時、例えば z が4単位変化したとしましょう。でこれは z が1単位変化した時の y の変化量だから、 z が今4単位変化したんだから、これとこれかければいい。分かる？これは z が1単位、これ z1 単位あたりの y の変化量ですね。これは z1 単位あたり、でこれは x が1単位変化した時の z の変化量、ね、z の変化量、 x が1単位変化した時、 z がどれだけ変化したに、 z1 単位あたりの変化量をかけてやれば、例えばこれが変化量は4だとしたら、こっちが1単位あたりの変化量だから、 z1 単位に対して z の変化量を4倍してやれば、最終的に y の変化量が出ますね。つまりこれかけてやればいいということで、これを今のやり方でやると、dy dz dzdx ですね。x が1単位変化したとき、z が何単位変化したかに、z1 単位あたりの y の変化量をかけてやれば、総変化量、x が1単位変化したときの y の変化量が出る。つまり、こっちからこういって、こういって、こういう、x が1単位変化すると、z が何単位か変化して、で、z1 単位変化したときの y の総変化量をかけてやって、x の変化量分の y の変化量が出る。これを置き換えると、y を z で微分するというのは f の微分ですね。f で、次は z を x で微分するということは g の微分ですね。だから f 微分 g 微分、これがチェーンルールです。いいか。それを、もう一回ノートに振り返って、説明すると、偶然にもノートとノーテーションが一致しませんでしたね偶然にも一致していますって言いそうなんだけど、一致してませんでした、残念でした。こっち側が Z だったのね、ちょっと失敗しましたけども、もう一回あのノートで復習しましょう。この場合には、一番最後の関数が Z になっていて、その中に Y だから、この例で、もう一度書き直そうと、この例でもう一度書き直すと、今の例だと Z イコールこうなってるわけですね。まあ、そこにも展開のしようがない、2分の1乗どうしようってなったら、ここを Y と置いてますね。そのノート、こういうノートではここを Y、 そうするとこれは Y の2分の1乗、そして Y はさらに、ね、X の関数なんですね。こういう仕組みになってます。ここの書き方です。混乱させちゃったかな、上と下で、みんななんかこれ無視してこれ写してもいいし、もう一回こう Z をこういう風に書き直して、中を Y に書き直して、そうするとここは、これはですね、分かりますね、X が変化すると Y が変化して、 Y が変化すると Z が変化することになって、ここの間がここの間が dz と dy で、d もうあと一緒だよ、あとこういう感じ、あとこれです。 x が1単位変化したとき、 z が何単位変化するか、 x が変化したとき、 y が何単位変化したか、ここを y1 単位あたりの z の変化量にかけてやる。外と中で入れ子にして両方微分して掛け合わせればいい。
練習問題ないね。ちょっと適当に。ちょっといきなり意地悪すぎるから、もうちょっと簡単にしようか。ここはなしにしようかね。どうしようかね。まずこれでやって、2番目の問題にもうちょっと難しくしよう。はい、これをその2も Y を X で分してみましょう。2番目のはちょっと手強い。2番目の問題は小の微分と、チェーンルールを両方適用しないと解けませんね。住所すげえ個人すごいな。じゃあ1問目まずちょっと一緒にやってみようか。これですか。これは、例えばこの中身を Z と置いてやれば、これは単純に、y イコール z の5分の1乗になりますね。でさらにこの中の z は z イコール、x3 乗プラス x プラス9ですね。9が c になっちゃう。で、やり方は dy dx をやったら、まず x が変化したらこの z が何単位か変化するんですね。普通順番としてはまあ後ろ側に書くので、私教科書の通りこう後ろから書いて、 x が1単位変化したら z が何単位変化する、そして今度 z が1単位変化したら y が何単位変化するかをこう書いていきます。で書きますけど、これ別に順序どっちでもいいからねこっち先に書いてもあのいいんだけど、単なる好みの問題で、ついついこうチェーンルールの時は後ろからいつもこう教科書的にこう書くからこの順番に書いてます。そうするとまず z を x で微分するのはこれだよね。で、y を z で微分するのはこれだよね。やったらすぐできますよね。
じゃあ赤と白に分けて書くね。まず赤の部分は y を z で微分しますから5分の 1z の、5分の 1-1 ですからマイナス5分の4かける今度黄色の部分は、3x 2乗プラス1ですね。これは和の微分ですね。で、ただここに z が残ってたら問題文には z なんてもともとないわけですからちょっと都合が悪いので、この z の定義をここに代入すればいいわけですよ。z は何だったかというとこの x3 乗プラス x プラス9でしたからちょっと見づらいかな、イコール5分の1この z の中にあれを入れてやる x3 乗プラス x プラス9のマイナス5分の4で、あとはそのままですね、 3x の2乗プラス1、簡単でしょ、一緒にやる、そんなヤバそうな顔しないでいいです難しい、このね、意味がなかなか授業中だと僕は一方的に話してるからこうじっくりね、考える時間がないと思うんだけれども僕もね、前も言いましたように一次関数の傾きと切片すら知らずに大学に入りましたから最初に経済学やった時にね、そしてこう微分とか出てきてもうわけわかんなくてですね、もう長い間悩みました。もうじっとこれ見てね、これどういう意味だよってね。でやっぱこの微分の記号が普通のこの傾きと一緒でね、 x が1単位変化した時 z が何単位変化するかという見方ができるようになれば、あとは自然とねこう悶々とこれ考えるとちゃんと理にかなってるんだよね。 x が1単位変化した時 y が何単位変化するか、これでいきましょうか。この式で x が1単位変化したらまず黄色の部分が z としてね、 x が1単位変化したら z が何単位か変化するわけです。例えばこの場合だったら 10単位例えば変化したとしましょう。ここが10という数字になる。そうすると今度こっちの赤の部分は z が1単位変化した時の y の変化量だから、1単位あたりの y の変化量だから z が10単位変化してるんだったらこれを10倍してやればいいよ、ね、っていうふうに自分でね納得のいくまで考えないとダメですよ。今私が言ってるの聞いてもピンとこないかもしれないけど、自分でさっき意味を考えてこうストンとね腑に落ちた時にようやくこういう公式がね意味のあるように見える。ただこういうふうに暗記するんじゃなくて今言ったようにこのね意味のこっちから考えた方がいいと思います。定微分とか、2回の微分、今1回しか微分してませんけど同じ関数を2回も3回も微分するようなことが出てくるんですけど、そういう時もねもう随分僕アイスホッケー部に大学で大会のアイスホッケー部に入ったんだけど、アイスホッケーってさリングが、一般活動が終わって夜の1時とか2時に集合して朝まで練習なんでね、その時にねもう夜中中ね悶々と、リンクサイドでですね練習が始まるまで理工学部のやつとかでね、こんな微分ってどういうことだよみたいな感じでね一生懸命意味を考えてね、そいつはあんまり深く考えなくていいよとか言ってんだよね、一生懸命その意味を考えましたね。さてじゃあ今度は、こちらの問題、こっちは、やや手強いですね。問題を書き直しますと y イコール x3 乗プラス9の2分の1乗オーバー、5x6 乗プラス 7x の3乗、わおって感じですね、もうこれ展開もできないし約分もできなさそうですね。これ以上簡単にできなさそうだからもう観念してこのまま微分するしかない。どうするか、まず、小の微分ですね、これと
これとこれを、微分 してやると、ちょっとね、写す前にみんな見ててね、これはさすがにあの手順をこう分かりやすく分けて書いてる場合じゃないので、かなり手順が長くなるので、もう一気にいきますよ。まず小の微分っていうのは、皆さん公式覚えてないかもしれない、ここに書き直すと、F オーバー G としますね。だとすると微分すると分母事乗で分子微分、分母そのまま引く、分子そのまま分母微分です。これを今まずここに適用します。いきますよ。分母が事乗ですから 5x6 乗プラス 7x をの3乗を事乗したら2、3が6乗ですね。6乗で、今度分子微分、ここのところの微分でチェーンルールが出てきます。これが出てきます。だって入れ子になってるでしょ。これを Z と考えれば、これ Z の2分の1乗だよね。だからまず F プライムの今ここを求めますよ。分子微分を一気にチェーンルールって言ってしますよ。そうすると外微分2分の 1x3 乗プラス9マイナス2分の1、中微分 3x 事乗、あプラス9はもう微分してもないだから 3x 事乗に g かけます。分母そのままかけます、5x6 乗プラス 7x かけるの3乗、これが今分1つ目の項が出ました。マイナス f そのまま、F そのままですから、X3 乗プラス9の2分の1乗で、今度は分母微分です。分母微分をするんですが、今私ここささっとあのチェーンルールやっちゃいましたけど、もう一回チェーンルールのやり方、ここでこれを使って説明してからもう一回そこ行きます。結局ですね、ここで私は Z と置き換えて Y を Z で微分して、その Z にここ代入しましたけれども、要するに Z というのはそのままこのこれ全体なんですよ。これだからここのやり方というのはちょっと見ててね、これをあたかも一つのもの、これをあたかも一つのものとして扱って、5分の1を前に出してですね、この5分の1を前に出してマイナスの1引いてマイナスの5分の4乗、つまり外側を微分して、その後今度かける中を微分すればいいわけじゃない。 3x 乗プラス1、分かる。外微分、5分、この中はそのまま置いといて、5分の1前に出して外微分しました。その後かけるところの中を微分すればいいんです、この中。それを今頭の中でこうやったんです。だから Z とか置き換えなくても、今度ここですけれども、分子 F そのままですね。分母微分ですが、これは外微分。だから3が前に出てきて、ここがそのままで3から1引いて事乗になるということですね。これで外微分。で、中微分、今度はこの括弧の中を微分してここにこうかければいい、6530 30x ちょっと足りない 30x、プラス7ですね。中の微分、外側の微分が3が前に出て 5x6 乗プラス 7x はそのままのマイナスの、マイナスじゃない、3から1引いて事乗です。事乗、これがあのここに来ます。ここに来ます。これは答えです。分かった。ちょっと難しいけどね、これくらいの問題は期末試験に出ますので、できるようになって、そう、出るんです。千秋さん、そんな悲しそうな目で。何やってるか分かんない。あ、出た。あ、素晴らしい。合ってた。すごいね。ここは結構すごいことなんだよね。他に数産経験者どうですか。偉いね、高校でやったのちゃんと覚えてるんだよね。傾きと切片すら忘れちゃったんだよね。
下に風が吹く。あのさ、メザイモデル到着したね。ちゃんと授業の準備を用意しました。メザイモデル教科書で到着したね。メザイモデル。宿題ね、皆さんなんかやって達成感にあふれてやってやりっぱなしの人が多いと思うんですけれども、必ずね、回答とよく照らし合わせて、まあ、案外僕は間違えてるかもしれませんけれども、ミスクリットがあるかもしれませんけれども、必ず間違えたとこ直してね。よく息子に言うんです。できることを繰り返しやってもダメなんだよ、ね、よく宿題とかをこう書き写させられるような作業やってさ、もしくはうちの子供たち通信添削やってるから、毎日勉強はしてんだけど、でも通信添削解いて解きっぱなしなんだよね、出して終わりなんだね、帰ってきたの一度も復習してない。だからいつも言うの、お前何も見ないでこれ解けたっていうことはそもそもやる必要のなかった問題なんだよ。大事なのはできないことをできるようにすることが大事なんだから、できなかったところを復習してちゃんと二度と間違えないでしなくちゃいけないんだよって言ってたんだよね。まあ、なかなか子供はその思い通りには動いてくれなくてダメですけれども、まあそういつ僕もね、大人になってから楽器を始めて、バンドでいつも、お荷物でですね、本当はできないことをできるように練習繰り返し練習しなくちゃいけないのね、ついついできないことを弾いててもつまんないからできる曲しか練習しないでね、一向に上達しないんですけれども、まあ皆さんまだ若いんで、頑張って、僕よりもまだ忍耐力が強いと思いますので、できないことをできるように次は頑張ります。特に今日の宿題の、前回の宿題の2材モデルのところ、結構途中で諦めてる人多かったから、大きな問題もですね、どうやってこう行列式を小さくしていって最後解くかっていうのは回答をよく見てですね、研究しておいてください。はい、それでは皆さんはほぼ、もうこういうね複雑な、さらに、これに今度全体にこうやってルートがかかってとかね、もう本当ベラボーに難しい、でさらに中にこんなルートが入ってとか、こんな問題も実はもうチェーンルールを使って軽々と解けるわけですけれども、もう一点大事な微分法をお教えしておきます。それは逆関数法という、僕が消えちゃったね、逆関数法という微分で、関数がですね時々
Y について解けない形で与えられていることがあります。例えばそうね、どんなんだったら Y について解けないかな。なんか こんなになっててね、イコール、5x+3 こんな関数与えられててさ、これ x が1単位変化した時 y が何単位変化したか求めなさいとか言われたら、まず今までの皆さんのやり方だったら y イコールで解かないといけないね、この関数ね。ところがちょっとこれ y イコールで解けそうにないね。もうこれ展開してさ、 y を全部くくり出さないといけないしさ、ほぼ不可能だよね。この展開もできませんね、ルートとか書いてるからね。で、ごめん、これは因関数の微分だ。これはもう一個先だ、その前には逆関数の微分だ。逆関数の微分、ごめん、今の忘れてね今のは、まだまだだ、まだ因関数の微分も皆さんに教えないと微分完成しないと。ですね、逆関数の微分は例えば dy/dx を求めたいんだけれども、ね、つまり、y イコール fx という関数を微分して x が1単位変化したら y が何単位変化したいか求めたいんだけれども、与えられた関数が x イコールなんか gy みたいな関数、つまり x イコール、なんか複雑な y 3乗プラス、9の、5y プラス7の、3分の1乗とか与えられてたら、まあ、これも y イコールで解けないね、はっきり言ってね。で、これは x イコール gy だ。これを仮に y について解いた場合、あ、だからね、これどうしようか、ちょっとこれ記号変えよう。 y について解いた場合はh という関数で、この g という関数とは形が変わるよね。これをそれぞれ逆関数と言いますね。逆関数、x で解いて y の関数というのをひっくり返して y について解くと、これしたらこれはこっちの逆関数だし、もちろんこっちはこっちの逆関数ですね。でもし y について解きたい場合には、y について解ければね、このまま解いて dy、dx を求められるんだけど、解けない、わからんというときに、このままですね、dy、dx を求める方法があります。それをこれから教えます。で、今ですね、逆関数を今 g と h という違う記号で書きましたが、今度はノート合わせようね。どっちを基準に逆関数を作るかね。x で解いた方を、じゃあこれを fx としてですね、でこれ gy なんだけど、これをこういうふうに書くことがある、こういうふうに書きます、あの数学 f のマイナス1の y、 これ x イコール f のマイナス1、これは f の関数の逆関数ですよという意味です。だから何か例を見せてもらおうね。簡単に解けるやつでしょうね。 y イコール 3x 乗プラス2、これを x について解いてやると、こっちでやるんですが、一気にできるかな、 x イコール、y マイナス2オーバースリーのルートですか。ただ事情だからプラスマイナスで、まあちょっとプラスの方だけ取るでしょう。これが f のマイナス1の y、こう書きます。
まりこれは元の関数 f の逆関数ですよ、逆さまに解いたやつです。これと勘違いしないで、これは f のマイナス1乗ですから、これと一緒です。これはマイナス1乗ではありません。括弧のこっち側に書きますので、ただの逆関数の記号です。これを一つで、例えばさっきこれを g というふうに名付けましたけど、ある関数の名前だと思うんです。こういう関数の名前、 f のマイナス1という関数の名前です。その名前がマイナス1とついている場合には逆関数、元の f の逆関数なんだというふうに理解します。関数の形逆関数というのはグラフで書くとどういうことかというと、こういう関数があったら x が与えられたら y が決まるというのが関数 fx ですね。逆関数というのは反対に y が与えられたらx が決まるという、この逆向きの関係が f のマイナス1の y ですね。 y が与えられたら x が決まるというのは逆関数ですね。つまりこの逆関数、まあ、これが fx なわけですが、逆関数をグラフで書くということは、これの x 軸と y 軸をひっくり返して横軸を y にして縦軸を x にして、どうなるか、こうなるからこんな感じになるのかな、ね、で x イコール、2かける y で1、傾きがだからもっと急になる、ね、傾きが2、この傾きが1分の1、これが、まあ、f のマイナス1の y ということですね。 y が与えられるとx が、こういうことですね。さて、さっきのこの式、昨日、この式、逆関数求めたね。そしたらここプラスマイナス出てきたね。これどういうことかというと、 3x 乗プラス2っていうのは放物線の式だよね、これね。だから x が0の時 y が、マイナス、x が0のとき y が2ですから、こうか、こんな感じですか。3倍だからもっと急になる、こんなんなんですね。そしたらさ、
ちょっと見ててね、ちょっと書く時間で。X が与えられたら、Y は一つに決まりますね。X が与えられたら、Y は一つに決まりますね。しかし、その逆関数、これをさっきみたいにひっくり返すと、問題なんだ。この場合、逆関数は y が与えられたら x は2つになっちゃうね。つまりこの場合逆関数は存在しませんね。だって関数っていうのは横軸が与えられたとき、独立変数が与えられたとき、従属変数はただ1つに決まらないといけない。この場合存在しません。関数関係にありません。だからさっき私はプラスだけにしましょうって言ったのは、要はもう地域をですね、こっちは考えないと、そういうふうに定義したんです。この関数はプラスしか使えませんってやれば、この上だけで関数関係になりますね。だけど一般にこう書いた、あれを逆に解いたら2つこう答えが出てきてしまいますから、この場合関数関係になります。つまり逆関数が存在するためにはどういう条件が必要かというと、ここに書いてあるように、1対1対応の関数でなくちゃいけない。つまりここから x が与えられれば y も決まるし、 y が与えられれば x もただ1つに決まる。1対1対応なら逆向きにしてもいいです。でもこれは1対、これ2対1対応ですね。ここ2個が1個に対応してますね。だから逆向きにしたら1対2対応になってしまう。こういう1対1対応になってない場合には、逆関数が存在します。そういう1対1対応の関数を単調関数と言います。単調関数というのはどういう関数かというと、x1 より x2 が大きければ y の値も増えている。この場合単調増加関数。x1 の方が小さければ y の値が下がっている。この場合単調減少、x2 が増えたとき y の値が下がっている場合単調減少関数。だから、まあ、グラフで書いてもわかりやすい。これ単調増加。単調減少。関数だったら1対1対応が作れますから、必ず逆関数が作れて、逆関数が作れるということは、これからやる逆関数の微分法が使えるということです。単調増加、単調減少というのをこの辺より単調にまっすぐ上がってたりまっすぐ下がる必要はありません。直線である必要はありません。とにかくこっちに行けば行くほど上に上がってればいい、ちょっとでも上がってればいい。これがもしね、こういう風になったらアウトです。今私ここのとこ書き直しましたけれども、思わずここ思い余って下にこうちょっとでも下がってから上がっちゃったら、ここのところは1対2対応になってしまうんですね。だから下がっちゃダメだよね。上がり続けないといけない。これアウト。単調現象もそうです。どっかで、ここで思い余ってちょっとでも上がっちゃってから下がったら、これアウトです。それを言ってるのがここの定理ですね。こんなに一生懸命ここまで書かなくてもノートに全部まとまってたね。次のページをめくってこれを指差しながら説明すればよかったと。
失敗、時間だけ過ぎた。まあこれ見たら一応ね、ここまで丁寧にやったと思えばビデオ学習の人も分かりやすいということで、うちのゼミの女性2人はまだ諦めてません。ビデオ見てますと言い張ってますからね。もしビデオ見てたら、まあ黒板を書いてないと全くそっちには映らないからね、ビデオね。まあ、別に強制してないから諦めてください。さて、ではさっき言ったようにこっち X が与えられた時 Y が与えられているのが F、 逆に Y が与えられた時 X が与えられているのが F のマイナス1だとすれば、この F の関数の傾きは今までやったように DX 分の DY ですね。じゃあ、お、黒板が役に立つよ。この元々の F の傾きはこれは dy オーバー dx ですね。横軸の変化量分の縦軸。じゃあこれを逆さまにしたこの傾きは当然これを逆さまにした y の変化量分の x の変化量ですから、まあ、dx オーバー dy ですから言ってみればこういうことですね。つまり元の傾き分の1ですよね。逆数にする。x と y 逆さまにする。逆数にするんだよね、傾き。実際これ見てごらん、ほら、こっちの傾きは2分の1なのに、こっちは逆数で傾きが2になるんでしょ。だって x と y ひっくり返したんですから、x の変化量分の y の変化量が2分の1だから、y の変化量分の x の変化量がその逆数分の2になるんですね。だから、逆関数の微分法は逆関数を微分するということは元の関数分の1、元の関数の微分分の1を求めればいいということになります。これですね、逆関数縦軸が x 横軸が y の微分というのは元の関数の微分の分の1、つまり x イコール f-1 の y というふうに与えられた関数を x で y で微分すると dx 分の dy 分の1ということになります。これは意味が分かっていれば逆数を求めているんだ、傾きの逆数を求めているんだということですぐ分かるはずです。じゃあ試しに、y イコール x の、3分の1乗を y で微分してください。 y で微分するということはどういうことかというと、y で微分するということは、y イコール x の3分の1乗というのは fx。これの逆関数を求めるとこうなるんですね。この式を y で微分するということは要は、dx オーバー dy を求めるということですね。 y で微分するということは逆関数で微分するということ。あれくらいの式だったら当然 x イコールで解いちゃって y で微分することも可能なんですけど、みんなそんなことをしないでも直接これを求めることができます、ね、ここから元の関数の微分の逆数を求めるってやって求めていってください。してこれを x について解いちゃえば x イコール、y の3乗ですから、普通に dx オーバー dy は 3y の、次乗求まりますけれども、それじゃつまりませんので、今これは f 微分分の1と習ったわけですから、3分の 1x の
マイナス3分の1乗分の1と、こう求めるのが正しいやり方かな、この場合だとね、この問題の趣旨として。だからこれもう少し簡単にしたければ、3分の1分子に持っていって3ですね、3で x のマイナス乗ですから分母に持っていって x の3分の1乗です。これが答え。まあこの場合だったらね、x について解けますから、この x をここに代入してやると検算ができますね。x は y の3乗ですから、3y の3乗の3分の1乗ですから、3y 事情になります。だからインチキして x イコールで解いてリングしても当然同じ答えになるはずですよね。逆関数の b 分の、ということは分かる。もうみんな眠くてしょうがないたまたま私たちは問題が簡単だからさ、問題が簡単だから x イコールで解いちゃうんだよね。解いて微分すればこうなる。 x イコールで解けない場合はこうやって解くしかないわけですね。これが答えになるわけです。ただ今たまたまこれ問題が簡単だから x イコールで解けるから、解いた x をここに代入してみようよ。 x イコール y の3乗だから y の3乗ここに代入して3分の1乗かけたらちゃんと元の微分になりますよね、っていう検算をしただけです。本当はですね、何のためにこの逆関数の微分法があるかというと、今日の一番最初に言ったようにすごい複雑な式、例えば x イコール、意識が与えられてて、ここから dy over dx 求めろよと言われたらさ、 y イコールで解けないよね、これね。そういう時に使うから、実際には最後のこの代入は必要ないですけど、単純にこれ解いてみる dx の時は。やってみようか、これやってみようか、せっかくだから。これの x が1対変化したとき y が何対変化するか求める。ただこれ単調関数かどうかちょっと判断しがたいので、実際には単調関数でない場合には地域か定義域を制限しないといけませんけど、まあ、単純に計算として微分はできますから、ちょっと微分してみてください。さんと知恵さんは文系、しおりさんは中学は文系です。もしこれを y イコールで解ければすぐ dydx は計算できるんですが、それができない、
できないんだったら、例えばこれを FY 置いてやると私たちは解けないんだけども y イコール f のマイナス1の x というふうに考えることができるんですね。そしたら dy オーバー dx はここから、f のdx オーバー dy 分の1点だから、 x をそのまま y でリブする、 x を y でリブして分の1を求めていればいい。そう、逆数求める前に dx オーバー dy 求めますが、またしても分数の微分ですから、分母事乗 9y プラス6が2、3の6乗、分子微分分母そのまま、この場合はですね、チェーンルール2回適用するのバカバカしいです。これ外にまた2分の1乗かけたら2分の1乗6分の5乗で2回チェーンルール繰り返さないといけませんけど、これも分子は、3y 事乗プラス7の12分の5に直せますよね。これ2分の1乗です。それでチェーンルール何かも早いです。ですから12分の5外微分 3y 事乗プラス7マイナス1乗ですから、マイナス12分の7乗で中微分2、3が 6y で分母そのまま 9y プラス5 3乗マイナス今度分子そのまま 3y 事乗プラス7で分母微分 3y プラス5事乗で中かける9、これの逆数ですね。これの逆数したので、ね、上の逆数ですが、係数ぐらいは掛け算して12分の 5×6 と 3×9 ぐらいは計算してもいいかもしれませんが、皆さん試験の時はほとんどそのままの回答で残しておいてくれたら僕も再現しやすいです。強烈だね、こんな問題ね。すごくない？なんかさ、複雑な公式が与えられて、 y が x が変化した時 y が何単変化するか見たい時に y イコールで解かれてない式でもこうやって、x が1単変化したら y が何単変化するかこれでバンと止まっちゃうんですよ。面白いでしょ、あれ面白くない？本当すごいと思うんだよね。こういうのを発明した人というか付け出した人、考案した人、すごいですね。あ、本当だ。はい。
はい、まあこの辺はテスト問題的な問題なんで、実際に経済学の問題を解くときっていうのはほとんど模試式になります。こういう数値計算っていうのはあまり出てこなくて、理論の式の計算なんで、あんまりねここまで細かいのは出てきませんので、ただみんなが逆数の微分とか積の微分、小の微分を理解してるかなというのをチェックしたいがために、こうやって解けちゃったら逆数の微分になりませんので、わざとこう解けないような複雑な問題を出す可能性はあります。けれども、まあ一番この授業のメインは経済学の問題をモデルを組み立てて、文章問題からモデルを組み立てて、そこから最適化問題を解いて比較性学をするというのがメインになりますので、あんまりねこれに取られる必要はないと思います。今後はもっと経済学的な問題、もしくは、期末試験ももう少し経済学的な問題になっていきます。じゃあ、そこ練習問題やっておいてください。はい、では、次にはいよいよこれで、まあ皆さんほぼ微分はマスターした、まあ、さっき言ったように因関数の微分というのはまだやってませんけれども、その前にね、変微分という変な微分を学んでおきましょう。